今日は知るという字を書いてみましょう。まず一画目、左の上の方から左払いです。左払い。2画目は1画目のちょうど半分ぐらいの位置、半分ぐらいの位置からちょっと右上がりに反り上げるように短い横画を書きます。3画目は1画目の払い終わりから真下に降りてきて右上がりに横画を書きます。この時2画目よりも右に出ないように揃えるように止めましょう。4画目は2画目のちょうど半分ぐらいの位置から左の下の隅を目指して左払いをします。5画目は、3画目と4画目の交わったところぐらいから右斜め下に点、この時も、2画目と3画目よりも右に出ないように注意しましょう。6画目は2画目の書き終わりより少し下ぐらいから縦画で、5画目よりも下に出ないように、あまり長くなりすぎないように止めましょう。7画目は6画目の書き始めと同じところから入って横に進みます。で、下に曲がって降りてきます。この時少し6画目も7画目も縦画は少しずつこう内側に入るように書きましょう。8画目は6画目と7画目を結びます。ポイントとしては、これは矢偏といって弓矢の矢なので、ここを突き出さないようにしましょう。これは失うという字になっちゃうので、ここ突き出さないようにしましょう。これいらないです。突き出さないようにあとはこの口という字をあまり大きく書かないようにしましょう。こう大きくなってしまうとすごくアンバランスでかっこ悪い字になっちゃうので、ここに上も下も同じぐらいの余白ができるように小さめに口を書きましょう。いろいろ知ると面白くなってきますよ。